どうも、たくしです。本当は今日新大久保まで行って韓国グルメ食べ歩きみたいなやりたかったんですけど、今もう3時の30分、今日も引きこもっちゃいました。はい、これコークオンっていうねアプリでなんか歩数みたいなの測ってるんだけど、本日の歩数109歩。7時半に起きて今3時半でしょ。8時間活動して109歩しか歩いてません。今日、僕普段お仕事以外だと基本的に引きこもってるから、こういう日って珍しくないんですけど、昨日の夜10時ぐらいに家が停電しまして、そこで普段使わなかった体力というか、あーめんどくさいなーみたいな感じになっちゃって、それを引きずって今に至ります。で、今日一日こんな感じでぬるっと動画編集とかやってたんですけど、本来だったら今日動画を撮りたかったのにまだ撮れてない。でも3時半の今から準備して外出るのはさすがに足りーなと、引きこもりの私からしたらちょっとね荷が重いんですよ。それってハードルが高くて、ウーバーしちゃおうじゃないか。僕動画外でウーバーとか使わないんですけど、一切久しぶりにウーバー見たら、なんと素晴らしいことにあの成城石井が範囲になってたんですよ。てなわけで今日は引きこもりによる成城石井パーティーでございます。前までは範囲外みたいな感じで注文できてなかったんだけど、まずはデザートね。うわ、チョコレートカヌレとかめっちゃ美味しそうじゃん。うわ、バスクチーズとかも美味しそう。じゃあこれで注文していきたいと思います。ほんといい時代になった。家から出なくていいんだもんな。オッケー、注文できました。遅くても45分後ぐらいには着くらしいでございます。ちょっと成城石井さんが来るまでは動画編集でもしてますかね。で、こういう時引きこもるのはいいんだけど、その分さ動画編集とか集中できたらいいんだけど、他のことにもねあんま身入んないんですよね。これ分かる人いますよね。皆さん、編集してたらあっという間にあと3分だって。今回届けてくれてるのはね、リュウジさんっていう人ですね。おかげで今日も引きこもることができました。来たー。はい、たま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 た。はい、その中でもう夕方の4時なんで夜ご飯食べていきたいと思います。一応お着替えだけしときましたんで。はい、はい、ずっと引きこもって動画編集しかしてなかったんですけど、スーパーお腹空いてますね今。でもって成城石井自体もめちゃめちゃ久しぶりなんで、もう楽しみで仕方ありません。まずこちらが先生、美味しい 100% のティラミスロール。お店で買ったら1200円ぐらい、ウーバーだと1400円ぐらい、1本で1117キロカロリー。わおです。うわー、めちゃめちゃ危険な匂いしちゃってますね。チーズケーキは302キロカロリー。400円ぐらいだったのかな。1354キロカロリーだって。おいおい。大変です、今。では、いただきます。では、まず最初、一番スタンダードなこのマルコチーパン。うわ、給食のパンみたいな匂いですね。ミネストローネに合いそう。気持ち塩気が効いてて、そんなに食べたいなって思ってなくても勝手に食欲出してくれますね。そう、僕の厄介なとこって引きこもりはするんだけど、ちゃんとお腹空いちゃうんですよね。だって109歩しか歩いてなかったらさ、ぶっちゃけそんな疲れてないじゃないですか。食べちゃうんだよね。なんでこれ、運動量に比例してお腹も空いてほしいよね。この世に存在するティラミスで一番大好き。えい、マスカルサとちょっと苦味のある感じ、プラスチョコのほろっとした甘さがあって超食べやすい。これで1000円は安いわ。間でこの謎のやつ、砂漠に生えてるパンみたいな感じで、ちょっとね、しっとり気味ですね。で、さっきのパンと同じで、これも塩味が効いてて、そのままで美味しい。なんかバターとかつけなくてもいいねってなりますね。僕さ、本当に怖いのが、お仕事しながら YouTube だから、こういう日もあるよね。でもちゃんと外にも出てるもんねってなるけど、これが仮に YouTube 一本だったとしたら、もうずーっと引きこもっちゃうわけじゃないですか。週に1、2回ぐらいはさ、外で撮影とかもするかもしんないけど、基本中になったら、やばないか？てか、やまないか？実際そういう生活してる YouTuber さんとか多そうだよね。完璧。間でマメマメしたパン、オッケー。コストコのティラミスもそうだけど、やっぱパンとの相性がいいんだよね。ティラミスってそんなに強烈に甘いわけじゃないじゃないですか。なんか歩み寄ってくれてる感ね。いいね。この子はおもろいね。さっきのパンたちよりは塩気は控えめなんだけど、ザ・小麦味みたいな感じなんだけど、くるみが結構コツコツ入ってて違った楽しさもあります。
で、再びティラミスに戻ると、うますぎます。で、ちょっと気になってるこれ言っちゃっていいですか。バスクチーズ系。そう、僕二十歳ぐらいの頃はこんなにね引きこもってなかったんですよね。特に用とかがなくてもカフェに行ってまったり時間使うとかもあったし、今そういうこと一切ないですからね。僕ずっと田舎の芋ボーイだったからさ、カフェでパソコン作業とかやってるのかっこいいなーって思ってるタイプだったから、動画編集のために買った MacBook Pro を持ってわざわざそのカフェに入って YouTube を見まくるっていうね、作業とかじゃなくてやってましたね。いいね。外側は想像の3倍ぐらいしっかりしてるんだけど、中のブニュット感がまるでスイートポテイト、なんかチーズの酸味みたいのもそんなにないから、かなり可愛らしいです。1日の歩数100歩ですからね、やばくないか。マジで不健康だよね。このスコーンはめちゃめちゃ硬いぜ。こんなに見た目小ぶりなのにめっちゃチョコチップ入りまくっちゃってますね。バランスどうしたってくらいなんだけど、サービス精神いただきます。スコーンの割にそこまでパサついてないから結構すんなり食べれますね。まるで石みたいなパン。薄く切って焼いてバター塗って食べたいやつですね。今のはなかなか。クロワッサン、めっちゃいい香り。ごちそうさまでした。はい、てなわけで引きこもり青春シーパーティーマジでよかったです。てなわけでこの動画を戒めにして、今後はなるべく引きこもらないように頑張っていきたいと思います。皆さんも健康に過ごしてくださいませ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントもよろしくお願いします。また。まあ、健康というのはですね、心と体両方が健康でこそ健康というわけであって、やっぱり運動も大事だし、外に出てリフレッシュする、大事、またね、あい。